だが帝国との戦いは帝徳の手柄だ。協定も結局はダメだったしさ。うちの船もかなり沈められたよ。聞け、誇り高き海の民よ、思い起こせ、魂揺さぶる我らの旗を。伝説の建国船ガラディオン号が漂着し、リムサロミーサの礎が築かれたのが今から700年前。皆海洋と航海の神リムレーンに導かれ、海の民として生きてきた。メルウィブ提督の後ろ、リムサ・ロミンサの国旗を見てごらん。流戦旗と呼ばれる模様だ。赤は犠牲となった仲間たちの血を、黒のロングシップは海賊船を意味しているんだよ。エオルゼアを侵略してきたガレマール帝国に対して、我々はグランドカンパニー国家団を結成した。5年前、帝国とのカルテノーの戦いにおいても、直前にヒルフィル以下の海賊諸派と同盟関係を結び、ガラディオン協定を成立させ、共に戦いに挑んだ。海の民の底力を見せつけたのだ。しかし結果は皆が知っての通りだ。国家団、海賊勢力ともにカルテノでは多くの者が死んだ。自由のため、己の正義のために戦い、苦しくも丘の上で散っていった者たちに哀悼の意を。自由か。そう、人はみんな利己的さ。でもそれは蛮族だって同じはずだ。人と蛮族は根本的には何も違わないのだから。この5年、我々は決死の思いでリムサロミンサを復興してきた。第7霊祭の傷は深く、未だ癒え切らない。そんな中、リムサロミンサは以前にも増して輝き、リムレーンのベールの名に恥じない都市へ復興を遂げることができた。しかし、この我々の努力を踏みにじろうとしている奴らがいる。蛮神リバイアさんを信奉するサハギン族がついに上陸した。マジかよ。サハギン族が。そして蛮神タイタンを信奉するコボルド族がオゴモロ山を出て南下してきている。この蛮族たちは今後のリムサロミンサの繁栄に大きな壁となって立ちふさがるだろう。さらにはガレマール帝国だ。帝国軍がリムサロミンサ領内に砦を築いた。全面衝突も時間の問題だ。リムサロミンサは今三方からの敵に囲まれている。しかるに国内に海賊問題を抱え、内部が一枚岩ではない。今まさに我々は嵐の中にいると言えよう。この嵐の中、我らが取るべき進路はただ一つ。蛮族、帝国を打ち払い、リムサロミンサが新たな世へ進むための航路を開くのみ。そのためには第七霊祭の後、分裂した海賊諸派と国家団が再び手を取り合い、冒険者と共に一丸となって困難に立ち向かうほかない。不可能は人が作り出すもの。返せば可能もまた人が作り出すもの。
誇り高き海の民よ。その力、その技術、その知識を今一度集結せよ。我々は一つ神君の旗のもとに生きる憤慶の友である。提督万歳。早速野郎ども集めなきゃな。心がたぎるぜ。俺は提督についていくぜ。私はアルフィノという。彼女はアリゼだ。私たちはこのカルテノー戦没者追悼式典を見て回っているのさ。各国のグランドカンパニーの名手たちがどういった主張をするのか楽しみでね。うちの息子も霊災で死んだんだ。現実公様だ。お揃いだぞ。カルテノはひどい戦いでさ。今から500年前の遠い昔、精霊を恐れ洞穴の暗がりに隠れ住んでいた人々が、長き対話を経て精霊の許しを経て森に都を築きました。その都の名はグリダニア。ヒューランとエレゼンは手を取り合い生きてきました。今ではムーンキーパーの方々も少ないながら都に身を寄せ共に歩んでおります。この調和と協調が苗床となり、大地と豊穣の女神ノフィカ様のご厚を受け、グリダニアという大樹は繁栄を続けてきました。カヌエ様の後ろ、グリダニアの国旗を見てごらん。絡み合う2匹の白蛇はヒューランとエレゼンの2種族の協力を示しているのさ。今の話を象徴するものだ。この誉れ高きグリダニアを、いえ愛すべきエオルゼア全土を侵略戦とする北方のガレマール帝国、私たちグリダニアがこの脅威から森を守るためにグランドカンパニー総社党を結成して対抗したことは皆様の記憶に新しいでしょう。グリダニアは森の調和を重んじ、歴史上も
侵略者に対して一歩も引かずに戦ってきました。その伝統の通り、ソージャ島は帝国と相対したのです。そしてグリダニアが重んじる調和と協調は、エオルゼア都市軍事同盟の実行化を促し、エオルゼア同盟軍の成立へと導いたのです。ですが5年前あのカルテノーの戦いが起こりました。この戦いは想像を絶するものでした。多くの戦死者を出したことは事実です。ソージャ島の最高司令官である当主として私は責任を痛感しています。第7連載で森は深く傷つき、5年を経た今なお癒え切ってはおりません。森の被害は皆様の生活にも深く影響しています。こんな時だからこそ皆で手を取り合わなくてはならない。それにもかかわらず嘆かわしいことに、貧しさに負け盗賊になる者、密漁者になる者が後を絶ちません。そして我らが旧敵イクサル族は、愛も変わらず森に侵入してきては、自然の恵みを奪い精霊の心を乱しています。第7連載以降、私たちの故郷グリダニアは不安定な状況が続いているのです。確かに侵入隊は帰国隊も賊の討伐に大わらわだそうだ。カルテノーの戦いはとても悲しい戦いでした。あの戦いで亡くなられた数多くの同胞に哀悼の意を表します。記憶をなくしている連中が誰に哀悼するっていうのよ。しかしガレマール帝国との戦いはまだ続いているのです。彼らは森に横島なる砦を築き居座っております。ですが国内が不安定な状態では帝国軍を追い払うなど叶わぬ夢でありましょう。私たちは再びグランドカンパニーソージャ島の下で団結し、ガレマール帝国と戦わなくてはなりません。カルテノーの戦いから5年、この節目の年にグリダニアの理念、調和と協調を思い出してください。そして今一度皆様の結束を。もう耐える時は過ぎました。悠久の風は私たちと共にあります。赤心の前に道は必ず開けるのです。精霊の導きとともにこの森に平和を取り戻し、次の500年後の子孫にも豊かな森を残せるようにしようではありませんか。この森を守らぬと言うと精霊の御民に。いや、また会ったね。
ナモ様だ。ナルバーン様もいるわ。黄金の砂嵐が吹くウルダハに集いし、熱き魂を持つ者どもよ。このウルダハはその昔ウル朝により建国され、交易都市として発展してきた。そして地底と商売の神ナルザルの加護のもと、砂の都黄金郷ウルダハとして繁栄してきた。ラウバーン局長の後ろ、ウルダハの国旗を見てごらん。あの絵柄は黒地に金の天秤という意匠さ。天秤の左側には富を表す宝石、右側には力を表す炎が置かれている。これまでウルダハの繁栄は巨万の富を生み出した。5年前のカルテノーの戦いにおいても、皆が財と才を投じ、エオルゼア同盟3として最も多くの戦力を提供した。その結果として帝国軍第7軍隊を打ち破ったのだ。打ち破った、だって一体誰のおかげで今があると思っているんだ。だが多くの兵が帰ってこなかった。彼らの魂がナルザル神の御元にたどり着き、来世で幸運をつかむことを祈ろう。かの戦いは結果的に勝利と呼べるものではなかったかもしれぬ。しかし第七零歳後のこの困難の時代、皆が己のことだけを考えるようになっていった。ウルダハの現状を見よ。難民が押し寄せ、貧者がそこら中にいる。それなのに不赦たちは財を投じて助けようとはしない。武を誇った者たちも動こうとはしない。今のこのウルダハの状況をカルテローで戦った友達に誇れるのか。ウルダハを不滅隊を信じて散っていった者たちに、お前たちのおかげで平和になったと胸を張って誇れるのか。この地に迫るバン族、アマルジャ族の脅威は相変わらず強く、ウルダハの生命線である交易路を脅かしている。さらにガレマール帝国に至っては一部地域を占領し、精錬水などの資源を奪っている。ウルダハの国難は続いているのだ。商人による自治を望む共和派も、王家に忠誠を誓う王党派も、共にウルダハの繁栄を望んでいるはずであろう。この国難こそ勝機であり、同時に勝機である。富を求める全ての者よ、武を誇る全ての者よ、黄金郷ウルダハに憧れし旅人や義士、そして冒険者よ。目先の富だけを追うのではなく、国を、世界を見据えよ。今一度七尾女王陛下のもとに結集するのだ。ウルダハを守るグランドカンパニー不滅隊を信じ、私腹を肥やすのではなく不滅隊に投資しろ。エオルゼアの駅はウルダハの国益である。そして国益は国民の駅である。ナナモ様、苦しゅうない。ウルダハ第17代国王ナナモウルナモである。わらわから言うことは一つだけじゃ。ウルダハの宝は金銀でも宝石でもあらぬ、そなたたち民じゃ。民の知恵、民の勇気、民の笑顔、何より民の命こそウルダハの誇る最大の宝なのじゃ。
ウルダハの民よ。わらわと共にエオルゼア全土をウルダハのごとく繁栄に導くのじゃ。ナラモ様、万歳。上陛下、勝敗は速さと速さが分かつ。全ては永遠なる女王陛下とウルダハの繁栄のために。さすがはラウバーン様だ。やあ、また会ったね。あの冒険者はどこの国のグランドカンパニーを選ぶんだろうね。いずれにしてもこれで世界は動き始める。アルフィノ、あなた本当にこれでいいと思ってる？どういうことだい、アリゼ。各国の演説を聞いたでしょ。どの国も自分の国の問題と綺麗事ばかり。原因を深く調べるでもなく、まるで第七霊祭なんて忘れてしまったかのよう。確かに綺麗事だったかもしれないがね。気づいたかい、アリゼ。各国の名士たちは光の戦士たちを引き合いに出さなかった。光の戦士たちは第七霊祭からエオルゼアを救った英雄だ。その英雄を出さなかったということは、各国がそれぞれに自立を模索しているということ。このエオルゼアは霊祭で深く傷ついた。それでもどの国も明日へ向かって歩み出している。万族万神、エオルゼアにはまだまだ問題が山積みだ。各国のグランドカンパニー、そして暁の決明、彼らはその問題を解決する鍵だよ。いいかい、アリゼ。明日のために、未来のために、第七霊祭は過去にしなければならないんだよ。おじい様はあんな奴らに未来を託したわけでも、組織を残したわけでもないわ。
私のやり方で世界の明日を見つけてみせます。お互い目指すところは同じはずだ。いつの日か分かり合える日も来るよ。だといいわね。あ、お嬢様、お待ちください。無理にでも分かり合わないといけないのさ。それが僕たち啓米の宿命なんだから。それに鍵は扉を開くためにあるだけじゃない。過去を知りたくもない真相を閉じるにもまた鍵は必要なのさ。